はいどうも、百均にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。穴ずり用ミニロッド、価格は税込み770円の商品で、ダイソー行くと新しい釣り竿が売ってたんですよ。普通にね、まあよくダイソーの釣り具っていうと、まあルアー用のロッドが2種類と、投げ釣りとかするための釣り竿が売られてたんですけど、今回新しく発売されたこのミニロッド、穴釣り用っていうことで、穴釣りってね、まあ、ここにも絵があるんですけど、こういうテトラポットとか、そういったね、隙間、ここにね、まあ糸入れて、こういったメバルとか、カサゴとか、そういうのをね、根魚を釣るときにすごく使いやすい。普通のね、長い竿だと、穴がね、すぐ近くだとね、なかなか、まあ使いにくいんですけど、こちらがそれに合わせて、ちょっと短めのね、56センチっていうサイズの釣り竿が発売されておりました。で、色が2色あったんで、青とピンクのものと、黄色と青、ブルーのやつ、2本あったんで、まあうちは妻と2人でね、こういう穴釣りすることもよくあるので、まあ今回2本ともね、購入してきましたけど。ということで、こちらの釣り竿の方をね、ちょっと見ていこうと思います。本当に小さい釣り竿なんですよね、これ。見てもらうとわかるんですけど、ほんと56センチということで、ほんとちっちゃい。ね、56センチ。ぴったり56センチですね。で、これぐらいのやつが、まあ穴釣り用だとね、ちょうどいいんですよ。ちょうどもう目の前にある、こういう穴が、ここに穴があったらね、目の前にこうやって垂らすんで、普通の長い竿だと、ちょっと垂らしにくいんですよ。でもこれだと、このサイズ感だからね、すごく使いやすそうです。で、あとはまあ耐久性の問題ですけどね、結構いい感じでね、先は柔らかい感じですよ。まあめちゃめちゃ硬いわけでもないし、いいぐらいで曲がりそうな感じです。で、あとはね、ここがリールが付けれるんで、リールは別売りなんでね、またリール買ってこないといけないなっていうのがありますけども、普通にこうやってネジを回してあげればね、広がるんで、こういった釣りだとね、糸の番号とかあるんで、まあダイソーで、最近あんまね、ちょっと売ってるとこ少なくなってるのかわかんないんですけど、こういうリールも売ってますし、1000番のね、リール、これがちょうどいいぐらいかなと思いますね、こういった釣りの時は。僕もあまりね、詳しくはないんですけど、まあ、釣り系の YouTuber さんたちも、こちらのね、穴釣りとかする人は、こういう1000番ぐらいを使ってる方が多いっていうふうに聞きました。こうやってリールセットしてあげれば、こういう形で使えます。例えばね、こうやってちょっと糸出しますね。普通にこうやってラインを通してあげて、で、まあ、仕掛けを入れてね、かかった時にこうやって、クックって、こんな感じで、曲がりますんで、まあそこそこ曲がってますよ。竿先は結構ね、柔らかい感じなんで、結構ちゃんと当たりは分かりそうな気はします。というこういう、まあ、釣り竿が新しく発売されてました。で、これと合わせてね、同じように穴釣りする時に使うのが、こういうブラクリっていう、こういうやつなんですけど、これは昔からも売ってるかなと思うんですけど、今回新しくね、こちらグロータイプっていうのが新しく出てました。これね、グローだから、まあ普通にこれをね、繋いで垂らすだけなんですけど、グローの色合いってどうなのかな？これは、まあライト持ってきて、こうやってライト当てるじゃないですか。しばらく。で、光当ててたら、これね、まあグローなんで、ちょっとまあまだ使わないんでね、袋から出さないんですけど、暗い中でね、使うと、そんなに、ここだと今ね、そんなに明るくないんですけど、今光当ててたタイプね。こっち。これをすると、ちょっと発光してるの分かりますかね？という、まあ、ちょっとね、光に当てると光るんで、夜釣りとか、夜の穴釣り、昼間だったらね、全然これでも問題ないんですけど、まあ、夜とかだったら、こういうグロータイプの方が、夜の穴釣りにも使えて便利なのかなっていう、そういうのも新しく、2号と3号新しく発売されてました。そうなると、もうこれとね、まあ、このブラクリ繋げれば、ロッドリールでブラクリで、もうこれでダイソーで釣りできるんですけど、あと何が必要かって言ったら餌ですよね。ダイソーさん前からヒットくんっていう餌が売ってるんですよ、イカの。今回またね、新しくこちら、常温保存餌、ヒットくん。アサリっていうことで、アサリも出たっていう。これがね、また、常温で保管できる餌っていうので、ちょっと釣り具の中にね、ポンと入れておけば、何かとこういうのは便利なんですよね。
まあ、あの、餌が急になくなった時に使えたり、まあ、ずっとね、釣り具一式の中にこれを入れておけば、突然なんか釣りしたいなって時にもすぐ使える。餌をわざわざ買いに行かなくてもね、バッグに入れておけばいつでも釣りができるっていうのも一つ利点ですね。で、これアサリなんで、特にね、こういう根魚、まあ、カワハギとかカサゴっていうのが対象魚になってるんですけど、この根魚にはもう相性抜群です。まあ、うちもね、よくアサリ使うんですよ。まあ、僕らはね、業務スーパーとかの、ね、ああいう、まあ、冷凍のアサリをね、冷凍しといて、いざ釣りに行くぞっていう時にそれ持っていくんですけど、ね、そっちの方が、まあ、あの、コスパ的には多分そっちの方がね、あの、値段は安いです。これ、この袋でね、200円なんで、でもこれ結構ね、アサリ、何粒ぐらい入ってるんですかね、10粒程度は入ってるかなと思います。全部で 10g 入ってるそうです。という感じでね、このヒットくんのアサリが出たということで、餌に関しても通常のね、まあ、ナチュラルタイプのイカと赤い色のついたイカが、まあ以前2種類出てたんですけど、今回アサリがラインナップ入りまして、3種類の常温餌が、ダイソーの方でも購入できますので、まあ、変な話、釣りに行きたいなって言った時にダイソー寄れば最悪全部揃うんですよ。餌、ロッド、リール、針で餌。で、あとまあ、それ以外にも色々売ってますから、もう釣り具はね、ほんと、ただただ急に釣りしたくなったなはダイソーでもう全部揃うんですよね。多分、それなりにね、価格は、まあ、1000円以内で収まるとは言えないですけども、まあ、これは餌は200円ですし、ブラクリ1個100円ですしね。あと、まあ、ルアーとかも100円で売ってたりしますし、まあ、200円するやつとかもありますけど、竿も、まあ、1000円。これは770円ですけど、普通の竿は1000円で売ってるし、まあ、リールも500円で売ってるし。ものによったらリールと竿セットのやつもありますから、まあ、あの釣りをこれからの季節ね、釣りするのにもちょうどいい季節になってきてるし、まあ、あの釣りを始めようかなって思う人はこういうダイソーから始めるのもいいんじゃないかなと思います。あの、僕もこういうダイソーのこういう釣り具も最近ずっと使ってるんですけど、そこそこいろいろ釣れます。はい、あとはまあ腕はね、それはいろいろあると思うんですけど、まあ道具に関してはね、そんなあの、特にこの道具を選ばないでやるような僕らみたいな素人みたいな、ね、釣り、たまに釣りしたいなって思うぐらいの人間だったら、もうダイソーの釣り具で全然十分だと思います。あの、そんな高くていいね、釣り竿とか持ってても、その真剣にね、もう毎日のように釣りに行くとかいう人とかにはいるんでしょうけども、まああの、岸壁沿いとか、堤防でね、軽く釣りするぐらいの僕らみたいなタイプの釣りしたい人は、まあ十分ダイソーで遊べるんじゃないかなと思いますね。まあ根魚狙うとかね、あとはアジとかサバとか、サビキも売ってますから、まあサビキの場合餌は買いに行かないといけないかなと思いますけど、で、あとルアーとかで、僕、あのずっとダイソーのルアーでアジングとかね、結構してますんで、まあそういったのも使えて、もうダイソー釣り具結構釣れるんですよね。全然普通に使えてますから、これはおすすめかなと思います。釣り系の YouTuber さんも結構ね、こういうダイソーの釣り具使って紹介されてる人もいますけど、結構釣れるのは釣れるみたいですね。という、まあ、ただね、ちょっとこのリールに関しては、最近ちょっと置いてるお店がなんか少ない印象を受けました。新しくもう一個買ったんですけど、普段も僕もこのダイソーのリール普段使ってるんですけど、今は。ちょっと今回もう一個新しく買っとこうと思って買いに行ったらなかなか売ってなかったんで、まあこれもアプリでね検索かけて、ちょっとそこからちょっと離れたところのお店が売ってたんで、まあそこで購入してきた感じなんですけど、まあダイソーのリール使えますので、これは LINE とかもね、ダイソーさん一体売ってます。 P LINE とかもありますから、まあそういったのも活用しながらね、釣りを始めるには面白いと思います。ということで、まず穴釣り用のミニロッドですけども、こちらのロッドの方ね、ジャンコードをこちらになります。これが、まあこのロッドね、色違いも、あのジャンコードは一緒で、色は2色ありますので。で、あとは、こちらのブラクリですね。通常のブラクリ、2号と3号があって、2号のジャンコードこちら。3号がこちら。で、このグロータイプですね。光るやつね。こちらも2号のグロータイプのジャンコード、こちらです。で、3号の、ブラクリー。ジャンコード、こちらで、どれも2個入りです。2個100円ですね。で、ヒットくん。こちらのアサリ。これが結構やっぱね、今回いいなと思いましたね。ありがたいです。アサリの、ナチュラル。今回は色付きのアサリはちょっと出てなかったんで、ナチュラルオンリーでしたけど。こちらですね。販売はね、有限会社、松永さんっていうのかな。
ここが作ってるみたいで、中国製のアサリを使ってるというふうになっております。これはジャンコードこちらですね。まあ、このヒットくんはね、多分すぐまた売り切れるんじゃないですかね。各いろんなところで。うん、うちもちょっと何個かね、予備も含めて買ってきてあるんですけど、これは売り切れ必須かなと思いますし、こういう穴釣りって、ほんと堤防からすぐできるんで、これからの季節、ほんと身近にする釣りとしては、すごく使いやすいと思います。特にどこの地域とか関係なく、堤防沿いからね、ちょっと、下に落とせば、まあ、釣れたりしますからね、まあ、このヒット君使いながらこういうブラクリをこのロッド使ってね釣りすれば結構楽しめるんじゃないかなと思いますので、気になる方はねこちらの方ダイソーの釣り具またチェックしておいてみてください。またこれどっかでね使う機会があったらショートで、まあ、多分ショートになると思いますけど、また紹介したいなと思います。まあちょっとこれはまたどっかのタイミングで釣りに行って使ってみようと思っております。ということで今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。